ああ、テロップ。25文字。こんにちは。今日は秋葉原にて DMM オンラインクレーンゲーム、オンラインクレーンゲームがタイムラインに流れすぎてて、それで頭いっぱい。オンラインを飛び出せ夏の課外活動、30分たっぷり無料フェス、ありがとうございました。いっぱい来てくれてて、すごいね。あれ無料なの、なんかすごい、すごい、すごかった。手厚かったです。すごいスタッフさんの数もいつもの対バンの3倍ぐらいいたし、すごい手厚かったし、ステージも楽しかったですね。来てくれてありがとう。電力ビデオ楽しかった。無線でいいのかなってなったよ。本当ね、すごい。アプリさえ入れたら DMM のアプリかなんかあれ、無料で秋葉原で見れてすごかったね。あれだからなんかすごい、秋葉原の普通に道歩いてると、でっかく、あ、ベア、ありがとう、アイラブユーベア、ありがとう、街のに買う。それでこのアーティストが今日出ますみたいななってて、外国人の方とかもなんか気になって見てくださってたんですよね。タコ、ありがとう、テイクシー。空いた時間に無料でできるクレーンゲームやったけど散々だった。そうなの？クレーンゲームみんなすごい、あのオンラインのクレーンゲーム、別に今日ライブ来てない人もできるんじゃないしかな、できてる。今日ライブ来てない人もできてたからできるんだと思うんですけど、もう終わったかな、分かんないけど、朝からやっててすごいよね。そのだから来れてない人もグッズだけゲットしてたりすごいんですよ。なんか今日の DMM さんのこのライブのためにわざわざ撮影もしていただいて、初めてカレー屋以外の撮影したかも。そんな雑誌に出たこともないしさ、すごい、このた本当にこのためだけに撮影していただいて、結局どんなになったのか分かんないので、みんな見せてください。分かんない、なんかアクスタと何があるの？みんなのなんかクレーンゲームでゲットしましたみたいなタイムラインが今もうクレーンゲームだらけなんですけど、オンラインでやってるクレーンゲームね、オンラインの。なんだっけな、私が見たのは、何があったかな、アクスタと缶バッジ、あとなんかカレンナイボリーブロマイドセットみたいなのも見たな。いろいろあるみたいで、あ、名前キーホルダー、そうだ、黄色のメンカラの名前で袋日向って書いてた。あれすごいね。あれさ、面からない時代だったら全員白だったのかな。だってさ、カレー屋のグッズであんな名前キーホルダー、やばい、なんか目がかゆい。福田ひなたって面からで出てるさ、名前キーホルダーなんてカレー屋のグッズでないからレアですよ。アクスタとかもすごい、すごいね、びっくり、痛い。これちょっとしたら治るやつな気がする。すごくない？あれ私もやりたいとか思ったけど、すごい。あれってさ、でもあれなんでしょ？多分自分で好きな人を選べるんだよね、好きなメンバー。なんかそうっぽかった、ランダムなんかなとか思ってたら、みんな自分の推しメンのやつゲットしてるんですよ。タイムラインめっちゃ流れてくる。みんながオンラインクレーンゲームなんかしてる。コングラチュレーションのスクショか、なんか動画でこうウィーンってやってる30秒ぐらいの動画。選べるんだろうね、あれ選べるんだろうなって思った。でそれでこの人この人推しなんだって分かる。 すごいよかったね、あれ。ランダムだったらさ、まあ当たるだけでも嬉しいけど、もし単推しですみたいな人はあれだしね。すごいわ、自分のグッズ取ってポストして、いらんな、自分のグッズ取ってポスト、それ届いたらどうしたらいい？なんだ、ヤフオクみたいな感じになっちゃうけど大丈夫そう？自分でいらなきゃ。むずいんだ、操作。え、届くのに12月から1月。そうなの？やば。なんかめっちゃ撮ってる、コンプリートしてる人とかもいて、すごいと思って。すごいね、みんな。明日はね、ライブないよ、せいちゃん。明日空いてるのかな？明日9月初日。誕生日まで2週間。早い。
かわいい、私服やったありがとう。レイズついて、天ぷらだけハートありがとう、嬉しいギフト。一目で服ひねを知ったわかるから欲しい。確かにひなとあかりちゃんのやつ何でもいいがリゲットした。おありがとう、ひでてさん300回本もありがとう。すごいね、あれかわいかった福田ひなたって、すごい。え、しかもあの黄色見やすそうで嬉しい。私黄色って見にくいからグッズとかなった時ちょっとあれだなって思ってるんですよ。でもなんかあの名前の福田ひなたの名前のやつはなんかくり抜いてるから読みやすくていいなって思った。なんていうの、白地に、あ、例えが難しい。例えばシールとかだとさ、白地に黄色い文字で福田ひなたって書いてて囲いもなかったらさ、マジで見えないんですね。遠目とかでパッと見黄色いなぐらいしか。だけどなんかこう凹凸がある感じので見やすそうだった、すごいと思って。だから今日なんかファンの方もかけてるパネルあったじゃないですか、みんなで書き込むみたいな。アイドルも書いてて、あ、そう、濃いめの黄色。私たちもカレンライブリーって書いて周りにサイン書いてたんですけど、あのサインも黄色いペンあったんですけど黒にした。黄色マジで見えないから、そしたら福田推しの人黄色で書いてくれてた、なんかコメント、写真載せてる人がいて、写真撮影 OK って言われたので自分でカレー愛の近くにコメント書いたよみたいな、カレー愛なんちゃら頑張ってねとか大好きだよみたいな感じで書いてくれてて、みんな可愛かった。あれファンの方書けるの知らなくて楽屋でそのツイート流れてきて、えーみたいな、これって演者じゃなくてみんな書けるやつなんだとか言って、可愛い、みんな書いてて可愛かった。黄色で書いてくれてて嬉しいと思って見てた、ありがとう。なんかパネルのね、完全花火、笑顔が可愛い、やったー、おめでとう。ハート、目がめっちゃ今日汗かいた、もう鬼瀬取りだった。あ、鬼って怒ってるわけじゃないんですけどね、鬼ハード踊る系の、一生こうジャンプしてる、超絶可愛いもずっとジャンプしてるし、ビューティフォーでずっとジャンプして、その後金曜日ものおはよう、金曜日のおはよう大嫌い、超絶可愛い、ずっと飛んでるんですね、こうおはよう飛んでたり、もう大嫌いもずっとこうステップで足飛んでたりしてね、ずっと飛んでてさ、めちゃ遅かった、30分、本当にびっくり。8月の最後わーって感じでした、もう受けた最後、本当にどうしようかと思ったぐらい恥ずかしいぐらい暑かったよね。みんなは普通そんなことなかったか、めっちゃね、なんか珍しい悟りだった。最後2曲はいつも通りだったけど、それが結構ねレアで、ね、うおーって感じだった。すーくん1500回訪問、いつも配信始まった瞬間来てくれてありがとう。キルタ公園花火パンパン、ああヤンハートセンキュー、来てくれてありがとう。ライブもヤンシゲアキかわいい、やったー、ありがとう、来てくれて、そう最高の瀬取り、そうデパートね、いやなんかオンラインクレーンゲーム、いやすごかったマジで、なんかすごかった、いつもの対バンと違った、本当にすごく楽しい、いつも楽しいんですけど、そのライブも楽しかったし、すごかった、なんか裏の方々もすごいなんだろう、手厚かったですね、びっくり。本番直前になんかリボン直してるメンバーがいたら、さって3人ぐらいのスタッフさんがライト持って、メイクさんとかじゃないんですけど、音響さんかなんか分かんない、本当にすごいテキパキってか、本当に人数が3倍4倍いらっしゃって、普段の対バンのすごかったですね。なんかデビューステージに連れてきてこうしてくださいみたいになってる、なんて言うんだろう、もうすごかったです、もう指示が的確でとか言ったらおかしいけど、普段的確じゃないのって感じ、そんなことないんですけど、なんかすごかったです、なんか先を読んで指示出す感じ、なんて言うんだろう、ちっちゃい子がこれしそうって思って先を読んで
行動するみたいな、こう難しいな、全然いいのが思いつかないんですけど、あの子がハイハイしそうとか、あの子がステージ終わって帰ってくると思ったら、ステージが終わって帰ってこれるようにもうこっちは体勢を整えて、もうタイムロスなしみたいな、難しい。赤ちゃんが急にハイハイしてきてもどこもぶつけないような体勢が整ってたり、こうハイハイできる、ちょっと難しい、いい例が思いつかないんですけど、すごかった、声がでかいとか言う、なんかこんな話をすると他のやつがそうじゃないのって言われるから、ちょっとこうやって公の場で話すの嫌なんですけど、そんなわけじゃないですよ、もちろん。すごかったですよね。3歩歩くとスタッフさんがいるみたいな感じで、すごい新鮮でした。なんか新たな対バンじゃなかった、なんか新鮮でした。声が本当さばきが慣れてる感じだったね。だってあ、そういう感じなのかな、そういう感じなのかも。なんか大人って感じでした。あ、難しいな、うん、難しい。大学生じゃなくて大人って感じ、ちょっとやめよう、この話。ちょっと変な切り取られ方したら他のことをディスってるみたいに思われそうってなってきた。やまびこ金魚、しんのすけが結婚して結婚そう、こんにちは、あらやぱかんにちゃん、こんにちは。食品やむき、え、右手出したら水出す、いや、すごかったですね、すごい。なんでこれ今日無料だったんだ、え、すごい。だしみんなもクレーンゲーム、現地来れた人はもちろんだけど、来れてない人もクレーンゲームしてたり、すごい楽しそうで、なんか見てて幸せでした。ていうかタイムラインが今も幸せだよね、みんなクレーンゲームしてて可愛い。ヒロニャンニャン、福ひにゃのニャンキャットってこと、フォローあれやな、ニャンニャン、猫が好きです、ニャン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 。現地もできた、なんか現地もあったね。でも現地はアイドルのはなかったんじゃない、さすがに。そう、いろんなアイドルグループのやつをそんなできないんじゃないかな。ベイマックス撮ってる人いたよ、なんか普通のゲームセンターみたいなやつの人形とかなんだと思う、ちょっと行けてないから分かんないけど、あったあった、いっぱいゲーム、クレーンゲームの台あった。すごいね、12月ってさ、1月とか12月って忘れた頃に届くね。忘れた頃に届く、忘れないでね、この時やめてよ、絶対この時福田ひなたちゃん欲しくてやったけど、もう今違う子に推し変とか、そんなのちょっと悲しいから、仲良くしてね、今年末までも、そして2025年もよろしくね。でニコニコで受け取ってください。楽しそう、マジでクレーンゲーム楽しそう、みんな。あれ本当にもっとさ、画面がさ、オンラインクレーンゲームの画面がゲームみたいな画面だと思ったんですね。何言ってんのって感じなんだけど、なんかオンラインクレーンゲームなのにリアルでやってるみたいな映像なのがすごって思った。なんか言うたらマリオみたいな画面じゃなくて、マリオみたいな画面じゃなくて防犯カメラみたいな映像ってこと、クレーンゲームを防犯カメラで撮ってるみたいなリアルなやつ、すごーって、すごいよね。寝るの、おやすみ、すごい、すごかった。いや、レトロとかじゃなくて映像のあれがすごかった。クレーンゲームの福山さんのビジョンが可愛すぎる。嬉しい。どんなのだったの？あれって見れないの？どんなのがあれになってるか。グッズ。めっちゃ写真撮っていただいたんですよ。普通の枯れ合いの寄引中の生写真撮影より長かったでしょ。びっくり。本当に。めっちゃいろんなカット撮っていただけて。あ、アプリ入れたら見れるんだ、 DM、 あ、この一覧みたいな、見てみよう、すごっ。ひなとりあちゃんで15回ずつやって、嬉しい、嬉しい。ひにゃりよ、クレーンゲームの裏側やってたけど、ね、すごいよね。どんな缶バッ
え、じゃあ写真が使われてるのは缶バッジ、ゆかちゃんハタリ缶バッジ、アクリルスタンド、ブロマイド、どういうこと？え、座りのショットとかあった？使われてないのかな？座りの、あ、みんな見れないか、まだ。あれ？ブロマイドとかサンプルとしか載ってないか。あったのかな？ゆかちゃん、赤いだるま、ありがとう。猫のだるま、ありがとう。なかったのか、なかったのか、なかったのか。めっちゃカメラマンさんとか笑ってたんですよね。なんか座りとか撮ったことなくて、これ衣装でさ、あの見えちゃいけないとこも見えちゃうじゃないですか、スカートだから。それでいろいろ頑張ったんだけど、ないのかな、サンプル画像しかなかった。でもサンプル画像だよね、それは。じゃあないのかもしれない。初めて座りの影合いの時に座りの生写真撮ったけど、まああれは別枠として、ヤンキーっていうか過激なヤンキー座りをしてくださいっていうオーダーだったからなんですけど、初めてね座りのショットいっぱい撮ったから使われてるかなって思ったけど、そんなことなかったみたい。あ、使われてる？あ、あった、見に行ってくれてありがとうね、配信聞きながら。え、あれってみんなブロマイドゲットいいじゃん。クレーンゲームの難易度一緒なのかもしれないけど、もしブロマイド簡単とかならみんなやってみたら。カレー愛の普通の毎月だから1年で12種類月に1個違うパターンの服着てるやつ出てるんですけど、より引き中で座りはないんですよ。だから座りの生写真ゲットできるんだったらレアかも。めちゃくちゃめちゃウケた本当に。スカート短いやつでウケた。どんなカットの座りが採用されてるの分かんないけど撮ったんだよ。なんか417ハートありがとう、金魚もありがとう。 すごいすごかったな。12月、今9月、2ヶ月ぐらいってことか。いやすごかったな、いやすごかったな。なんか今日対バンありがとうございましただけど、対バンまあ、フェスありがとうございます。なんかすごかったな。いやすごかった、いやすごかった、すごかったな。すごかったな、すごかった。転換の時スタッフさんでフロアが溢れてた。え、でもそうだよね、だからみんなそのフロア側にもスタッフさんめっちゃいたんだろうな。え、でもどこにもかしこどこもかしこもスタッフさんめっちゃいらっしゃいましたよね。しかももう皆さんもう笑顔でご挨拶してくださる、お疲れっすみたいな、だからお疲れ様です、あ、お疲れ様ですみたいな感じじゃなくて、すごいもうびっくり、お疲れ様ですみたいな、すごいすごいすごかった。なんかしかも24席も楽屋の席なんかあってめっちゃみんなで笑ってた。あの1個でかい机があって33で座れて6人座れるじゃない、座れるんですね、まあこう机があったら。でいつもとかはこう1個机があって333333ですよって、まあお誕生日席2人とかで1個の机にもぎゅうぎゅうに荷物とか、荷物ももう脱いだし服も置いて結構てんやわんやみたいな感じなんですけど、なんかよかってマネージャーさんとかもびっくりしてて、えみたいな、これ本当にカレンダー無理なのみたいな、ありがたいねって言って、そう広く言ったりと、こう物をねいつも気を使いながら使うんですけど、いっぱい広げられるねって言って、メイク道具これ使ってこうこうこうしてヘアアイロンこうしてみたいな置いて、あのゆったりと。だって特典会待ってる時なんかでっかいその6人ぐらい座れるでかい机が4個あったわけですね、つまり24席で。でもさ特典会後半待ってたの4人だから1人でかい机1個みたいな感じになってね、すごい ありがたかったです。感謝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 でした。
すごかった、ね、増えると、え、そうだよ、めっちゃメンバーでも言ってた、メンバーでもめっちゃ冗談で言ってたんですけど、冗談で言ってたんですけど、なんか、え、これって私たちが知らない中でもしかして新メンバー16人ってことなんですか、スタッフさんとかってで、え、もしかして決まってるんですかねとか言って、8人なのに24席ってことは、それかスタッフさんの、スタッフさんが今日18人いらっしゃるんですかね、カレー屋のスタッフさんがとか言ってめっちゃおもろめっちゃ面白かった、めっちゃ面白くて、あ、にぎやかでした今日もそう、冗談のね話をそうしたりするくらいわちゃわちゃしてましたね。そう、 BJDSさんギフトありがとうございます。そう、スタッフさんも座れる、まあ座ってなかったけど、そうね、もうステージも楽しかったですね。みんななんか急遽来ましたって人が多くて、無料だと知って急遽来てくれたのかな、なぜか急遽来てくれた人がめっちゃ今日多かった、なんでなんだろう、なんかね、でも都内そんな中止になってないよね、名古屋とかはなってるけど、なんかいっぱい来てください、急遽で来た人が多くてなんか嬉しかったです、はい、盛り上がってくださってビューティフォーとかわわーっ、はい、やってくださって嬉しかった。お、チャリティーディーさん届いた、お、いいね、うん、ハニーフェスで来てたやつですよ、急遽来ました雨降ってなかったから、そう、天気もめっちゃ良くてカラッと晴れて雨も降ってなくてね、よかった、今日も可愛かった、ありがとうやん、嬉しい、そう、面白かったな、そう、面白かった、このフェスって毎年やってるんですかね、初めて出演させていただいたけど、すごいなんかクレーンゲームをしたくなるなった最近ひなたちゃん可愛すぎる、あ、嬉しい、ひなたちゃん好き度が上がったってことだよ、それはやんしげだけど、一次会解散、お疲れ、やい、あれ話すのちょっと遅くてすいません、え、全然大丈夫だよ、むしろ短くてごめんね、焦っちゃうよね、タイマーであんなカウントダウンされてると、全然もうもう満タイ、ありがとう来てくれて、な、何語、韓国語か中国語を私が習得すればいいかな、どうしようかしら、大丈夫、ありがとうやん、いつも好き、ありがとう、あの子誰だっけ、見に行ったの、いいね、ステッカー、金曜派で元気な煽りを聞けてハッピーでした、ありがとう、何、ビギナーだけど、ありがとう、猫にゃん、嬉しい、そう、今日煽りしましたなんだ、なんて言ったっけな、あ、うん、そう、嬉しい、今日久しぶりに金曜派が続きだって、最初横位置になるやつでした、イントロじゃないな、 A メロゼロサビ、おはようのオーディションして髪型もバッチリ OK 金曜日は頑張らなくちゃのとこ、初めて聞いた、え、アカウント変えた、これひらがな、5文字だった方作り直した、そういうわけじゃない、秋葉原行くぞって初めて聞いた初めてかも、秋葉原で金曜派やったことなかったから、やっぱ絶対そうだわ、もうこのコメントの文字でわかる、で変えたよね絶対、全然そんな気負わなくて大丈夫だよ、あれかな、あれ、この前言ってくれてたことを気にしてるのかな、全然もうマジで右から聞いて左から抜かしちゃって大丈夫だからね、大丈夫だよ、全然もう問題、アイドルがライブに行きました、うん、最近金曜派多いよね、確かによくあるかも、そうね、秋葉原ライブ機会増えたし、
秋葉原初めてだったのかな、彼は。なんか初めてだったかも、あそこ。新宿とか渋谷とか地名言う時もあるし、フェスの名前言う時もあるんですけど、神田は何回かあるんですけど、まあそんな多くないけど、神田明神ホール、ん、神田スクエアホールとか、なんかエスカレーター上がっていくとこ何回かありますよね、台盤で。あるけど、秋葉のサーキット、あ、確かに。え、でも全然違う箱でしたよね。めちゃめちゃザライブハウスみたいな、すごいファンの方と距離が近い会場だった気がする。確かにあれ秋葉原だ、懐かしい。あ、懐かしい懐かしい、覚えてる覚えてる。パセラリゾーツ、あ、パセラリゾーツっていうの、パセラリゾーツの上の階にあったやつじゃない、あれ秋葉原か。あーと言われれば確かに9月21日、うん、そう、秋葉原はでもホールでやったの初めてだったかも、今日ホール初。カレー屋ちゃん原宿とか渋谷、系統とかないんじゃない、系統とかないんじゃない。私たちが呼んでいただく主催者さんが確保してる箱がオーイーストとかウエストとかが多いってだけで、そんなあのカレンだからどこの場所とかでは選んじゃないと思う。あ、そうそう、9月22日の22日の誕生祭も神田です、近いっぽい。今日下見行ったよって言ってくれてる方何人かいた、近かったからって会場。ひなたの笑顔を見て嬉しい、 Thank youThank you, thank you. スマイル、マイスマイル is good ってこと？グッドグッド。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫、ちょっとちょっと歌っちゃう。うん。可憐だから白金高菜。じゃあ毎回全ライブセレネ B2 で。ってことでいい？せでね。え？てか聞いて、ちょっと一個物申したいことがあるんですけど、物申したいことがあるけど、物申されても別に自分じゃないよって人が 99% だと思うんですけど、電波入らないか。え、確かにせでね電波入らない、確かにそれは嫌だ。マジツイッターありがとうございましたポストもできないし、 TikTok も撮れないし、アレプラとかも見れないし送れない。確かに、まあそう。聞いた？なんか昨日私が昼配信でチームメイト最近やってなくて踊りたいって言ったのと、夜配信でチームメイトカラオケで歌ったから、なんか服ひらがんでなんか匂わせしてる、匂わせじゃないな、なんかセトリンバレーしてるみたいな言われてたんですけどね、ひどい。なんかさ、本当に歌いたい曲歌ってるだけなのにさ、なんか福ひなが明日のセトリのネタバレで久々にチームメイトやるみたいな言われてたらしいんですけども、おこです、やってないし今日チームメイト。マジであの歌いたい曲とかをやってるのに、ちょっとおこです。そこに行くだけの遠征が多い。あー、秋葉にオタクをオタ活しに行ってるってこと？あ、そうなんだ、知らなかった。別にニャヒナちゃん生誕で待ってます。どうだろう生誕。そう、なんでと思って、なんかめっちゃ言われたんですよ、何人かの方に。福ひにゃがなんかバラしちゃってるみたいな、ええー、みたいな、もうええー、ってなって、でなんかそれを見聞きしながら、え、明日チームメイトセトリあるっけなレベルだったの。もうあるかないかもちゃんとあれなぐらいなかったんですけど、なーにそれと思って、ちょっとおこおこ、なんかそういう感じでさ、あることないことをこう言われる世界なんだなって思っちゃったから、ちょっともうちょっとどうしようもないけど、まあこれからもあのその時歌いたい曲歌います。はい、そう、おおこうやっておこマークしてこう、うん、
う、なあそうなんだと思って、まあ普通に一福田ひなたとしてやりたいって思ってただけ、てか歌いたかっただけです。そうそうそう、あの私は何もその瀬戸利、明日の瀬戸利を久々にチームメイトやるから練習しようとかもないし、あのそういうのはちょっとないね。なんて面白くないじゃん、そうやってしてったら。そうファイナル以来かな、そうそう、ピルアップさんの主催でやってたっぽい、昨日話してた。落ちてくる方よっ。え、だってさ、そういうのもうまあしょうがないね、この業界にいるからいっか。それでさ、福ひにゃなんか瀬戸利ネタバレしてるみたいな聞いて、結局まあ今日瀬戸利なかったからそう言ってた人たちは分かると思うんですけど、それだけ聞いた人からしたら福だってそういう情報を言っちゃう人みたいになっちゃうから、ちょっと困っちゃうんだけど、まあでもそういうことが100億回これから起きるからしょうがない。ひなちゃんタッコーン、ありがとう。タコタコタコ、ワンチュー、こんにちは。そうフォローありがとう、センキュー。今日はでも推し編からダイハズに行くのはすごくレアでしたね。しかも板付きじゃなかった。推し編の最後にダイハズの位置に行ってトップ目指したってして、なんか新鮮でした。こういつも私推し編のラストポーズトップ目指しては座らない人なんですよ。後ろ4人4人で前が座って後ろが立ってるんですけど、こうしてる人で、今日座ったから新鮮でした。めっちゃさファンの方との距離が近くなって、初めてこうトップ目指してで、視界が違って新鮮でした。こんな感じなんだ。しかもあの前の方、0番の方の前の方だったか、より近くて後ろ側じゃないとこで作ってたからさ、新鮮でした。めちゃめちゃなじらさん、ありがとうございます。ののろろじじらさん、え、ふかひらキャット298人だって。え、あと2人で300人いくけど、今レベル9みたいな人とか、よかったら、別に何人目標だったらどうとかなんか ないんですけど、ノルマみたいなものはなんか嬉しいから、もしあと2人300とかやったらなんかあのテンションが上がるので、もしあのキラキラ星あと投げた配信10分見たらみたいな人よかったら。すごい、298人キャットになったってこと、嬉しいな、ありがとう。見てほんでテンション、今日で終わっちゃうからね、このあれが。今日0時になった瞬間もうファンレベまた1からみたいになる確か。なんかな、誰かが言ってた、なんて言ってたっけ。あ、フォローありがとうございます。レインボースターがもらえるのは何なの、なんか言ってたよね。今月も福ひなキャットになったのでレインボースターがもらえましたみたいな人いるよね。ファンレベがなんか何本以上になったら無料でレインボースターもらえるらしいよ。なんだっけ、なんかちょっと曖昧です、すみません。ファンダムランキングか、あー違った、ファンダムランキングがなんかだともらえることあるらしいよ。なぜか毎月もらってる。おーすごいじゃん、使えるよね。なんかファンダ、あ、ビリフで上がりきってからの気温は最高でした。え、嬉しい、ありがとう。ファンダムランキングってどういうこと、累計ランキングは出てる、これ今ライブランキングの横に。ファンダムランキングも月ごとに変わるんだ。あ、9月に、あ、8月、今8月に福田ひなた、福ひなキャットの中で一番貢献した人ランキングってことか。へえ、あ、そういうこと、あ、それでもらえたりするのか、
レベル10以上になるともらう。あ、いろいろあるのね。誰も分かってないのもろい。ごめん、言い出しっぺが分かってなくてちょっと失礼しましたけど、なんかあるんですよ確か。レベル15とかになったらどうとか、ランキングがどうとか、みんながね課金しないともらえないやつが無料でもらえるみたいな。ダメでした、ダメです。ちょっと分かりませんでした。先月の貢献度数、あ、そうそう、なんか例えば8月になんちゃらかんちゃらが上だったら9月になったらもらえるんですよ。レインボースターがもらえるとか、無料でもらってる方もなぜもらってるのか分かってない。やば、いやそんなもんか人生。でも嬉しいよね、なんかもらえると。毎月福ひにゃからお小遣いもらえてる。え、いい考え方。福ひにゃからみんなにお小遣いあげれてるってこと。うれ、そう、レベル10だと1個、レベル15だともっともらえる。詳しくは分からない。えすごいじゃん。レベル15以上になると無料ファンダムのアイテムが倍になります。レベル10になる。だってレベル10って確か無課金でいけるとかじゃなかったっけ。10まではレベル10以上はなんかあれかもしれない、ちょっといるのかもしれないけど。それでなんか1個もらえるってこと。すごいすごい。しかもみんなレベル10になったら多分福ひなキャットの仲間入りだよね。ファンダムのアイテム、ファンダムのアイテム、ファンダムってファンレベルと何が違うのだろうか、ちょっと難しいけど、そうみたい。ありがとうみんな、いつも。レベル25だった時10個。すごいすごいな。ファンダムとファンレベルの違いググりたい。モノサル星、ありがとう。ひなの配信好きで来てるだけなのにもらえるの嬉しい、ありがとう。嬉しい、もらえるの嬉だけどさ、多分無料でいけるファンレベルもさ、視聴時間と、もう視聴時間はそう、嬉しいことに来たくて来てくれてるよって言って嬉しいから勝手に行くとして、でもキラキラ星は多分無料の1日100個投げるやつとか多分少なからず。私だって彼好きに投げてるもん、彼愛の公式ショールームにやってるから。じゃあありがとうございますね、楽しんでいただいて。そう、でも100個しか投げれないんですよね、あのキラキラ星、彼好き。そう、今日までになると9月から始まるアイテムが倍になる。すごいすごい。9月誕生日だから、みんな福田ひなたからの誕生日プレゼントってことでいい？それちょっと何言ってるのか分かんない、難しいね、このこれ。でもなんかいいね、もらえると嬉しいよね。私ポイントとかもなんかもらえると嬉しいもん。嬉しい、なんか得した気持ちになるよね。よくわかんないけど、ファンダムアイテムってなんだろう。ファンダムアイテム、私もわからない、ごめん、わからない。今最大の謎はファンレベルはこの表示されてるじゃん、誰々さんのファンレベルが何本になりましたみたいな。ファンレベルはわかるんだけど、ファンダムランキングとファンレベルは何が、ファンダムランキングってファンランキングじゃんのこと、ダムがついてる。まあわかんないけど、いいことがありそうだよ、みんな。今日はまだ、そう、今日まで8月。もう終わり ?8 月か。早い。海外の発送、誕生日側が配る。でも、なんか誕生日は、ママに産んでくれてありがとうっていう日みたいなのあるよね。海外だと。前と変わっていなければ、レベル10でレインボースター10個、レベル15で3個、レベル20で5個。すっごっ、やっぱレインボースターが
がもらえんじゃない、ファンダムアイテムじゃなくて。レインボースターってなんか効力がすごいやろ。すごい。あ、あ、なるほどね。1、3、5って増えてくるね。メラン確かレインボース、すごい太っ腹や。すごいすごい、レインボースター。でもファンダムランキングって、ファンランキングっていうと生々しいからダムつけてみたんじゃない、可愛くファンダムってちょっとなんかつけてみようみたいな。そんなことで決めないか、そういうことだと思っとこう。これちょっと答えの出ない議論になりそう、私が分かってないし。明日から秋、明日から秋か、え、やばい、ちょっと無理無理、本当に嫌だ、どうしよう、どうしたらいい、どうしたらいい、誕生日になっちゃう、なっちゃうよ。あー、イカ焼き、タコありがとう、タコ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 さん、ジュー。ファンダムアイテム9月からのイベントでチャレンジでもらう。あ、ファン、やってよ、教えてくれてるよ。ファンダムアイテムっていうやつは翌月のイベントでチャレンジでもらえるらしい、なんかチャレンジっていうとこで。あ、そういうこと。18歳になっちゃう。カレンナイボリーのワンマンライブ行ったことないけど、9月10月あるかな。あ、あるよ。9月は22日に私の誕生祭がある。9月22日今日の近く、9月22日にマイバースデー、マイバースデーイベント、マイバースデーライブ、セフテンバー20セカンズですよ。ファンダム、アイドルとスポーツ選手の熱狂的なファンのこと。え、調べてんじゃん。ファンダムの意味、アイドルとスポーツ選手の熱狂的なファンのことだってアイドルとスポーツ選手の熱狂的なファンのことだし、 ありがとう、みんな熱狂的なファンの皆さんってことですね。これあるあるある、9月22日誕生日。え、じゃあ来て、マサテラ。まだチケット販売始まってないから、みんな今フェア、フェアです、フェアフェアフェア、平等なので。うわ、もうチケット始まってるねねねねねとかないから、もうもうそろそろね、あと3週間ぐらいなので、まあ2週間以内には始まると思うので、ちょっと分かんないんですけど、リオちゃんの誕生祭、違う、あかりちゃんとリエの時か、3月組の誕生祭とかはちょっと一般が1週間前とかから始めてギリギリだったので、ちょっとねどうなるかは分かんないんですけれども、スタッフさんも今全力で動いてくださってるので、ここ開けといてください。9月22日よろしく。まだチケット発売始まってないので、ま、忘れないようにカレンダーに書いてて、で申し込み始まったらよろしく、よろしく。さあ、スケジュールに書いてる、え、嬉しい、ありがとう。神田明神ホールにてです。22日書いとって、休みと飛行機取った、ありがとう、嬉しい。今から来たいって人も余裕で間に合う。え、そうそうそう、ゆらちゃんもスケジュール入れてあげる、ありがとう。今んところ22日、え、おいで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 、私最後の誕生祭なので、8人の中でレミから始まって最後なので、あの頑張ろうと思ってます。最後じゃなくても頑張るけど、頑張ろうと思います。来年とかね、どうなるかわからないので、新たなカレー屋になるかもしれないので、現状のカレー屋のね、この誕生祭見に来てくださると嬉しいです。ギリギリ成人、星星行っちゃおうかな。え、待ってる待ってる、神田明神、時間はまあこの2年間を、2年間の誕生祭見てると、まあ 95% 昼の時間帯ですね。1年目の七佐生誕とかルミ生誕とかも昼にやって、夜は別の超絶可愛いイベントとかやってたりしたので、静岡の今年の静岡の時も昼レミ生誕で夜は普通の公演とかだったから、あ、え、レミ生誕って普通の公演なかったっけ、
まあでもそう、なので誕生祭は土日開催の場合はこの2年間見てる感じ、まあ 95% 昼にあります。平日開催だった今年の奈々沙とリオちゃんだけ夜だったんですよね。初めてこう夜っていうか二部制だったら昼と夜になるけど、同じ誕生月に2人誕生日いたらね、それは昼なので昼かなって思ってるけど、まあ夜だったら夜だったって夜来てくださると嬉しいです。はい、そう8番目なので早い。レミが誕生祭してる時は私は7ヶ月半年後だとか思ってたけど、あっという間に誕生日の番が回ってきた。早いです。とてもコージ金魚、ミゼロデイズ花火ありがとう。今年になって結構カレー屋行ってるけど誕生祭だけ行ったことない。お待ってます、誕生祭待ってでしょ。いやいや新体制だからな、現体制を見届けないと。あありがとうね、新体制なので見に来てください。今オーディションしてて、そうそう、けんちゃん欲しい、お互いのおめでとう言いましょう。いいね、良い。最後去年はね最後から2番目だったんだけど、そう新鮮、頑張るぞ。パオン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 、キャットキャット、そう、ひまたぎ、ひまたぎで誕生祭、え23時とか23時半開演、いいよ。今最年少リオちゃんも成人したから法律的にはできるだからやる。そしたらみんなも終電なくて朝帰ることになるけど、それでも大丈夫だった、やる。おもろい。カウントダウン現在、カウントダウン現在イベント参加中です。あーありがとうありがとう、イベントキラキラ星コメントありがとうね。なんかびっくり、イベント夕方のこのエントリーされてるやつってことかな。もう一夜明けの会場を探してる、え早い、いいねいいねいいね。今日のライブもひな可愛かった、ありがとう。パルコニちゃん多分今年はここまでの誕生祭全部行ってる。おっ7人みんな行ってすごい。2月の静岡、3月と4月、まあ、あと東京だ、うん、3、4、5、6、7ですね。2月と3月4月7月でしたね、うん、そうそんな感じ。君の3分私にください、定型文入れてたの出してしまう誰かのイベントのあれかな、あれありがとうありがとう、うん、本当すごい、定型文ってあんな長文定型文入れれるんだね。はちみつさんフォロー、え、ね、ごめんね急に名前呼んじゃって。はちみつ私いつも夜舐めてるよ、一舐めしてる、なんか喉にいいって聞いて仲良くなりそう。はちみつ22時開演みたいな感じで、開演みたいな感じで、開演時間はさすがに決めれないんだあこっちが、え、そう、瀬戸利とかは決めれるけど開演時間はちょっと決めさせていただけないね。誕生祭でも大人のやり取りがあるみたいね新メンバーの誕生祭がこれからいきなりあったりして、まあそれもね、そうなくはない。新メンバーの子がいつから一緒に活動していくのかとかちょっと分かんないですけど、何人入るのかも分かんないですけど、もしね11月生まれの子とか12月生まれとかいたら、でもその場合どうするんだろうね。全部カレー愛じゃない曲とかやるのかな。そんなに20曲とか覚えられるの、そんなの分かんないけど、そうあるかもしれないよ。もし11月12月1月生まれの子とかが入ってきたら、なきにしもって感じだと。今回神田なのでおたかつと同時進行しやくしてた。あーなんか行きたいお店とかがあるのかな、おたかつで。いいね、大雨降らない、確かに新幹線大事。
誕生祭通し楽しみ。確かに誕生祭はね、単独ライブで普段ツーショット撮れないので、対バンだと撮れるんですけど、誕生祭限定で撮れますので楽しみです。歌歌おうと思う。君の3分私にください。さっきの理論で言うと、私超絶可愛いがショールームのカラオケに入ったら超絶可愛い1日3回ぐらい歌うかも。それでふぐひが明日のライブの瀬取りに超絶可愛いがとかなるでしょ。いよ刺したい、イヤホン刺さって、なんかランキング変わってる、ちょっと、え、やばい、ファーサが4位に下がってる。あ、でも可愛くてごめんが上がったからファーサが下がったみたいな感じらしい。ならまあ両方ハニワさん曲でも歌わないと。これはあらら、今ランキングの曲歌おう。これ7位とかでした。去年誕生祭行けなかったの後悔したので、今年は何としても、え、ラブライブ神社の階段、神社ではないけど、まあそう、神社でできるならラブライブさん。別れたって噂で聞いた、本当かまだわからないよ。チャンスはきっと、歌うかもよ。探せばあった近くにいたのに気づかなかったんだ、期待と不安のシナプスきしむ、リュックに炭酸、そんなこともどうだっていいよ、走れ君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった、正直な自分今さらログインする、過去に君がいて何を話すか思いつかない、だけど会いたい、空の色が変わってゆき、サイドが上がる、じゃあこれ9月7日の輝きフェスでやるかもしれませんね。っていうことだ。チロ、マーク、シオノちゃん、ギフトありがとう。同じ高校、同じ中学、伸びた背も遠くに感じてた、付き合う
キャットでしたって来てたよ。貫通花火ありがとう。青サブイコラブさんで青サブでした。やるかん。貫通花火ありがとう。コージ音符ありがとう。ヤシゲアキ音符、スーくんハート、トマヤン音符、いちごちゃん花火、スーくんあつのり、ふくちゃんスギフトありがとう、あつのりペンライト、マーク、バシャーン、しおのちゃん、バシャーン、花火、ターボー、しおのちゃん、かもしら、ともやん、あつのり、やん、ハッピー、水色デイズ、けんちゃん、りょう、こうじ、これはバーンです。ありがとうございます。これはなんかこうこうグリッターみたいなやつとこうこういうやつ。こう涼しかった？超暑かったよね。ハイキュウェイズ楽しみにしてます。ありがとう。そう今日めっちゃみんなでびっくりしてた。その次カレー愛のライブのお仕事、ライブとライブがあるのはなんと9月7日なんですよ。だから今日8月ライブ、夏のライブが終わって9月の初ライブはなんと東京じゃなくて石川金沢です。びっくらびっくらびっくら金沢ですよ。びっくり楽しみ。なお花火雪をハート、そうカレー屋で行くのは初。石川、トトロランキング入ってる。ちょっと歌えるかな。隣のトトロ、もし A メロ B メロとかあったら分からん。ちょっと違う人、あ一緒に知ってた。やってたから歌った人が多いんじゃない。417ハートありがとう。Thank you.
歌えてないけど歌えました。楽しい。これみんな歌ってたんだね、ショールームで。ぐんぐんぐんし音符マークパーン、カメレオンヤンシゲアキテラツパーン、アールアップ音符ヤン音符アチノリカメレオン、ありがとう。とっと、いや、やばいね、すごい。あと歌えそうな、でもファンサと可愛くてごめん、ちょっと歌いたいけど、ちょっとなんか他歌えるのないかな。今トトロ18位にいましたね。あー、23位のガールズルール歌える。あ、お邪魔のカーニバルだって、生誕でやってたよね。ちょっと私はこのユニットメンバーじゃなかったから、見てただけだからわかんないんだけど、ユリとリエと誰かがやってた。あー、金曜派イコールラブ、夏色、さくらんぼ、ポニシュシュ、夢を叶えてドラえもん、サインは B、 ケセラセラ、グレタマテーマソング、涙サプライズ、えとかですね。50位まで見た。少年時代とか有名だからさ聞くけど、ちょっと歌えんよな、寂しか。え、負けないでが入ってる。やっぱ夏休みが終わる8月31日はこれじゃない？これランキングに入ってる。これだよ。夏休み終わっちゃうから。エミの方は歌ってんの？やっぱランキング入ってるから歌いたくなるよね。幸せのときめき覚えているでしょ、パステルカラーの季節に恋したあの日のように輝え、あなたでいてね、お負けないで、もう少し最後まで走り抜けて、心はそばにいるわ、追いかけて遥かな夢を、離れてってあれ遠距離、どれだけ離れてたって、何が起きたってへっちゃらな顔して、どうにかなるさとおどけてみせるの、今宵は私一緒に踊りましょう、今もそんなあなたが好きよ、忘れ
倉ひなたさん、あと3キロで国技館着です。だって走ります。頑張って走ります。応援してください。左足がつっても走ります。なんかさ、サビ前が歌えないんだけど、一番盛り上がるとこ。負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。これリオちゃんで歌ってほしい。まだ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 。負けないで、ほらそこにゴールは当時カメレオンターボンあつのりぐんぐんしギフトありがとう。サライ、やばい、サライは歌えないかも。ガチでどうしたらいい。ミハルンが並走するもついていけなくフェードアウトミハルンがついちゃうね。ネバギブ入ってないよ。ネバギブとかショールームに超絶可愛いが入ってないんだから、ネバギブもうね入ってないわよ。そう、やん、音符どうしよう。サライとか歌ったことない。あ、でもありますよ。いろんなサライがあるけど、あ、いろんなサもう絶対歌えないわ。どんなんだったっけ。絶対知ってるけど何にもメロディーが頭に浮かびません。どんなんだっけ。憧れって感じ、レがあるんだね、レって感じ。寂しさと、一回サビっぽいとこまで行かして。寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた汽車ちょっとビビッと。次のサビまで待とうと思ったけど、ちょっとな長い長い、ちょっと全然ダメだったな。何もダメでしたわ。あの
どこもビビッと来なかった。でもなんとなくは分かるんだよ、うん、でも私が今頭に一番出てきてるのはサライじゃなくて、ホタルの光のあのデパートの閉店がすごいこう流れてきちゃってて、ホタルの光にしか感じれなくなってきてしまって、ごめん、何もやばい、ちょっと見ようかな今年の24時間放送時間内ゴールなん24時間、なんかランキング入ってたから歌ってたの、ちょっとダメでしたね。そうなの、24時間テレビすごっ、すごっ、やばい、ダメでした、なんか歌えるのないかな。じゃあ夏が終わっちゃう、私的な夏、私が好きな曲ね、夏が終わっちゃうから歌っておかないと。そう、今日から、あ、今日のさ、水色の兼ね合いの水色の衣装っぽくない？夏っぽい、9月も夏みたい。仲間入れてくれる？9月も夏に、夏で。砂浜に寝そべるクラスメイ、かなり攻めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校のセイフ過去さがって君はずっと髪を束ね、おとなしいタイプだと思ってた。あ、止まっちった。あ、あれあれ、嘘、全然充電あるんだけど、あれ止められた、歌うなってこと、もう一回ダウンロード、嘘、ワンモア、いけた、ついでにシェアしよう、固まっちゃったし、フォロー間違って外しちゃった、よいしょ、もう一回だよね、入れた、ワンモア、これ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 、止められた、この後ガールズグループですよ、
愛は青春だから、サマーらしいです。夏上半身だけ起こして、名字にくんづけで呼ばれた、僕らどんな顔してれば、よろしい目で見てないって信じろ、いつの間にかの君がいて、いつの間に僕もいる、二人大人になった、サングラスで僕はかけないつもりだった、だって似合わないんだろう、18なんてずっと先のことじゃないのか、君にはどう音符、エリカちゃん、キラキラ星、つよつよ音符、あちなに音符じゃないペンライト、にゃん音符、つよつよアールアップ音符、ありがとう、コージカメレオン。じゃあどっちか、ファーサーが4位、可愛くてごめん3位、4位のファーサーにしよう、これで終わろう。ちょっと待って、え、踊りたい踊りたい、ちょっと待って、あの踊りたい、誰かに歌ってほしいぐらいまである、立てないかな、踊りたい、これ確かに今日背取りなかった、さっきコメントにあったけど、あげれるのかな、ところでちょっと待って、試してみていい、あの事故ったらごめん、事故ったら目をつぶっていてください。これ一応みんなにショールームでもらった超でかい普通のやつの4倍ぐらい、直径がてか顔が4つぐらい入りそうなぐらい、なんかどこの照明さんやねんぐらいのね、でっかいリングライトなんですよ。なんかすごい、あの YouTuber さんでも使えそうなでかさ。
すごい大きいやつ、まあ、なんか伸びると思うんだけど、よっ、事故るかな、やばい、これ画面がどんな感じで映るか、もうちょっと上か、もう上げられない、お、上がった、すっごい高いんだけど、身長より高いわ、すごすぎる、このショールームのなんか1位に、ね、なっていただけました、みんなのおかげで、え、すごいかも、おお、あ、でもさ全然あれだった、立ってるんです一応、立ってることをどうやったらわかる？ほら立ってます、ちょっとあんまジャンプできないか、え、すごくない、これ私の身長がここらへん、このスマホの、スマホが身長らへんで、でもスマホはこのリングライトの真ん中についてるから、リングライト自体の丸の一番高いところは身長より高い、でも意味ないね、これ結構明暗だと思ったんですけど別に映らんかったわ、下げれたらいいんだけど、ちょっと広さが足りませんね、これは、あの立ったら全然わかんないよね、立ってお腹揺れる、秋葉の特典会行きました、ありがとう、めっちゃ久々ですって言ってくださった方、新規で来た方とかも、ありがとう、なんかゆるゆる2回目の方も嬉しい、立ってみたんだけどどう、あんま変わらんなら下げるでももうこれ壁でさ、ここ実はあのもう下げられない、でっかい家に引っ越すしかないよね、いやちょっと自己満、いきます、みんなライブだと思って盛り上がって、ちなみにこの紐の長さ的に暴れすぎるといけないので気をつけます、ほら立ってるよ、ほらちゃんと証拠、好きになってもっと私を見てもっと動いてるのは伝わるよね、多分。
また会えるよね約束。今日は福田ひなたルームに来てくれてありがとうございます。福ひでカットのみんなもフォローしてくれたみんなも初めてもこんにちは。優しさに溢れている言葉も心ない誰かの言葉さえも必要なんだ。さしちゃんうぞん楽しかったファンサでした。はい、カンズミラーボールありがとう。あとナルさんも2人ともオチの拳上げタイムのとこで、ミラーボール熱っ。そんなさすがに全力ではさやってちょっと3めっちゃ温度下げちゃう。ちょっと熱いわ。ありがとう、ミラバキラキラしてくれて落ちサビ感ありました。クッシーハートなーちゃんチュッチュペンライト、うわすごい冷気、いつもより5度低い、いつも29度なので。なるさまクッシーりょうコージぐんぐんぐんしひじクッシーみけゆなるさま24低すぎ、5度下げすぎ。のぎん、しおのちゃん、なりさまギフトありがとう、嬉しい。サオリ、宮本こういち、きゅうちゃんさん、ぐんぐんぐんし、しおのちゃん、あかりちゃん、ギフトありがとう。ラスト、どしゃぶり。うわ、かわいくてごめん。私のことを愛して何が悪いの嫉妬でしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんね。そんなにない、大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お嫌いのハーツで泣いて、お出かけしよう、日傘持ってお家だって幸せだもん。
臓、心臓やられた。見て取れたんだけど、マジで心臓やられた。バクーンって爆音取れちゃった。踊りすぎてやばってか、スマホ壊れなくてよかった、倒れなくて取れてよかった。もしさこっち取れなくてさ、スマホがこう落下したらさ、事故ってたよね。ブチ切れたわちょっとやばいやばい、やっぱね、猫をダンス好きすぎて大きく踊りすぎちゃった。ちっちゃくいきますわ。あーもうブチブチっていっちゃった。取れましたわ。刺します。よかった、危なかった。ワイヤレス、いやワイヤレスねあるんですけど、ショールームワイヤレス、対応してないんですよ。有線しかショールーム使えない、そういうアプリでして。そうね、ワイヤレスだとね距離離れられるんだ。わもうサビがズカついちゃうでしょ。ざまミラボ嬉しい、ミラボ嬉しい。クッシーミラボ2個ありがとう。じゃあミラボくれたクッシーは猫です。猫です。尊くてごめんの尊くての右手の方の猫です。クッシーありがとう。セキューノリスナインセウ、あ読めない。ウニウニテンテンってなんて呼べばいい。ノリスナインセブンセブブブンスさん、ハートありがとう。初見さんありがとうございます。福田っています。ショールームと X ツイッターよかったらフォローしてください。インスタと TikTok もやってます。あクーラーがいい感じになってきた。にゃんにゃんにゃんキャットって言いながら、いや振りの覚え方じゃない、振りは全然にゃんにゃんキャットって言ってないけど、なんか私が勝手にキャットキャットを言ってるだけです。コールってわけじゃないんだけど、にゃんにゃんって気持ちで歌ってるので、にゃんにゃんって勝手に言ってます。では拍手マークパー、ともや音符、これ何、あーヒールじゃなくて鶏の絵文字の方、これグリーンウェル、これなれさらハート鶏、かわいい、佐賀音符、きゅうちゃん音符、やしがき音符、あのかわいい10個くれてたよね、ちょっとそこ読みたい。なれさらハートクッシンチュッの、あのなんだうちはありがとうございます。うちはちゅうしてうちはありがとう。あぐんぐんぐんしたぐんぐんぐんし、かわいい10個、かわいい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 10個ありがとう。なるさまごっちなーちゃんくっしーギフトありがとうございます。右上の猫どん、あ X フォロー済み、嬉しいありがとう。なんかあんまり踊れなかったな、悔しいぜ。でカレー屋やって終わろう、暑くなった。今でもやっとクーラーが、なんか見て風の音聞こえる、頑張ってくれてるよクーラーが。あこれこれ、え待って待って、推し編歌おうと思ったんですけど、
推し編歌おうと思ったんですけど、ちょっとこれ多分踊りが映えるっていうか、踊った方が分かりやすい。せーの、最高の仲間がいて、最高の夢を持って、君に見せたい僕らの決意。ちょっとサビに行く前に、これを選んだ理由は、あの喋ろうとしてなんか最初変になったんですけど、一回止めて喋りますね。あのこれはライブ見に来た人は分かると思うんですけど、見に来たことないよ、カレー屋のライブ見に来たいよっていう人用に、こう最高ので、サビでメンバーがこう最高の仲間がいて、パッパンって横一列になってやってるから、ファンの人もよく最高ので手挙げてこうやってしてくれて、パッパンってしてます。はい、なのでそれです。コールとかは多分コメント欄でファンの人がしてくれるので、見て一緒にしてください。こんなはずじゃなかった、うまくいく信じてた、勝手に描いてたあの頃の僕、スタートの合図はもうすでに笑ってた、誰にも憧れない、今日もなかった瀬取り最高のってやるやつです。僕らはきっとすごくないでした。
すいません、途中、あ、マジ危なかった、マジ危ない、これ危険を伴う配信だわ。この MV 個人的にお気に入りなので、僕らはきっとすごくない、よかったら見てください。これなんかね、 MV の色味も好き、 MV の色味もなんか好きだな。あ、制服と衣装両方見れるしね。完全ミラモニコン最高ので、ミラモニコンキラ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 ー、ここしてくれてありがとう。完全ナレさんペンライトクッシーヤンハートのノンガリョウヤンマークさんキューちゃんさんありがとう。やっぱさ、こう立ってる時にさ、超絶可愛いができたらベストなんだけど、悔しい。なんかないのかな、モナさん楽曲。MONA モナさん。やばい、倒れてきつ。これちょっと待ってよ、ハマってないよね絶対に。ここハマってないから、え、はまらん、うん、倒れるな。よし、回してみた。これなんでこんな緩いんだろう。顔面疲れめれてるけど、ごめんごめん、ちょっと一応固定してみたけどよくわからん。これ終わろう。これは上半身の振りが多いからこの画角でも見えるかなと思って選びました。可愛くて飛び切りの愛を届け、よろしければ名前だけでも覚えててください。はい、
対見返すんだ。アイドル宣言でした。なんか久しぶりにフルやりました。これ最近フルでやってないからめっちゃ久々にやったな。よっ、私アイドル宣言、ユアマエンジェル303人になった。クッシーグングングンシヤンスゲアキアールアップヤンギフトありがとう。じゃあランキング読んで終わります。15位、今日ライブの特典会ありがとうございます。こちらこそありがとう、来てくれて。15位トモヤン、14位やまびこ、13位ヤンシゲアキ、12位ゴッチン、11位ターボー、10位ヤン、9位チュンチュン、8位カメレオン、7位シオノちゃん、6位イルカちゃん、5位グングングシ、4位アツノリ、3位ナルサマありがとう、2位クッシーありがとう、そして1位はズルズルズルズンカンズン、ありがとうございます、ありがとうございました。ランキング読めなかったみんなもありがとう。おしゃれさんバイバーイ。にゃん、いやちょっと違った、なんかないんだよ。クマとクマ、はいチーズ、バイバーイ、またねー、またクマクマクマ。